はい、皆さんどうもお疲れ様です。今回ですね、闘技場観戦していこうかなと思っておりますけれども、まあ、前回からですね、まあ、ちょっと闘技場観戦のやり方を変えて、先頭の方は自分も初見の状態で見ていこうかなと思っておりますので、まあ、多少アドリブが多くなるので先頭自体は解説がちょっと、ね、うまくいくかわからないんですけれども、最後まで見ていただきたいかなというふうに思っております。で、今回使う編成なんですけれども、こちらの編成自体は、先発3体なんですけれども、まあ、結構多く、使ってますということで、結構お気に入りの編成というか組み合わせになっております。まあ、多分なんですけど、今のところ自分の手持ちで、組める編成の中で多分一番勝率が高いんじゃないかなという、先発3体になっております。どういうシナジーがあるかというのを話していこうかなと思っているんですが、ね、闇ジャンヌ、かぐや姫、この2体は、まあ、多分なんですけど先発最強の組み合わせなんじゃないかなと思っております。で、そこに、妨害系特化してるクレオパトラが組み合わさることで、まあ、前回の闘技場観戦の時にも、相手の盤面ん前回の闘技場観戦羽嫁リゼットかな羽嫁リゼットの、使用感のところで、言ってたんですけれども、まあ、相手の盤面をコントロールするという上で、まあ、多分これがほぼベストに、近いんじゃないかというところですかね。はい。で、まあ、あともう2つほどメリットが、ありまして、1つ目は、最近のブロッカーですと光アイナと、羽嫁ランスロット、まあ、この2体のうちのどちらかが来るという形になるかなと思うんですけど、どちらでも対処できますと。プラスアルファで、初手の妨害に強いということもあるので、そこを含めて多分かなり初動が強い、組み合わせなんじゃないかなというところで、早速どういうことか見ていこうかなと思うんですが、まあ闇ジャンヌとかぐや姫に関しては、まあ、多分そこまで話すことないかなと思うんですけれども、まあ、初手はステルスパーティー使ってかぐや姫がグラビティキャノンを撃っていくという動きになっていきます。で、ここで、ステルスパーティーを使うことで、クレオパトラの弱点であるスピリットの補充もできるという動きになっていくんですよね。で、それプラスアルファで、先ほどヒカリアニャ と、ランスロットどっちが来ても対処できますよというふうに話したんですけれども、かぐや姫がですね、まあ、例えば相手がヒカリアニャの時は、アンガーが乗ったグラビティキャノンなんで実質9倍出るんで、ここがで、さらに、ステルス系の攻撃なんでダメージ減少効果は無視されるということなんで、基本的に光アイに相手先発にいたとしても一撃で吹き飛びますまあ、よほどの育成差があれば別ですけれども、まあ、基本的にはですね、同程度の育成体の相手だと基本的に一撃で吹き飛ばすことができますということで、これで光アイには対処できます。で、次羽嫁ランスロットが相手先発の場合なんですけれども、グラビティキャノンを撃つことで、ランスロット、これはもうほぼ確実に睡眠まで持っていけます。まあ、グラビティキャノンというかかぐや姫の、月下美人の効果ですね。 HP が 25% 以下の場合で生き残った時は、眠り加工のようになるということなので、属性相性も相まってランスロットの場合は確実に眠り状態まで持っていきますということが、まずこの初手の動きですね。で、その後、クレオパトラのターンを迎えるんですけれども、クレオパトラ、相手が、要はブロッカーに対して、黄金の蜃気楼を、打つことが多いんですけど、相手が睡眠状態の時は、ブロッカーに対して黄金の蜃気楼を入れないんで、羽嫁ランスロット以外、まあ、例えばアーサー王が相手の先発にいたとしたらアーサー王、あと水アニャとかかな、水アニャとかが先発にいたとしたら水アニャに対して黄金の蜃気楼を使って、まずインポスターが1体立つと。で、その上でチェックメイトを使うんですけれども、もう相手の羽嫁ランスロットですね、HP 25% 以下なんでチェックメイトでほぼほぼ刈り取れます。ということで、相手の場面にインポスターが2体並ぶということで、最初からかなりの盤面アドバンテージが取れるというのと、ここ2体が、2体攻撃にもかなり対応してくるんで、その後もさらに有利に進めていくことができますということですよね。で、相手ヒカリアニャが先発の時でも、かぐや姫がヒカリアニャを一撃で、落としてくれるんで、まあ、そこで相手の盤面に、最初の惑星探査だっけ
この対惑星型殲滅兵器の効果プラスアルファ、もう一体、睡眠キャラが生まれるということで、まあこれは相手の素早さ関係してくるところなんで確実じゃないですけれども、まあ例えばかぐや姫がミラーになった時とかですかね、まあそこで相手眠り状態にすることができますということで、かなり初手から強い動きができるんじゃないかなという動きに編成になっております。まあただ相手が燃焼の時にはグラビティキャノン使えないんでまあちょっとそこはあれですけれども、まあこのブロッカーどっちが来ても有利に動けるっていうのは大きいんじゃないかなと思います。まあ特に花村のスロットが来てくれた時はもうインポスター2体場に並ぶんでね、そこだけでもかなり優勢になりますかね。はい、でさらに先ほど言った、妨害系に強いっていうのは、ステルスパーティーを入れることでジャンヌとかぐや姫は、まあ、ステルスガードがつくんで、例えば相手の盤面にかぐや姫がいた際なんかも、まあ、1回眠りが入らないと。でクレオパトラなんかも、最初からアンチ系の、ものをほとんど獲得してるんで、まあ、初手で眠ることがないっていうことですよね。まあ相手のかぐや相手にかぐや姫がいて同じキャラに連続で眠り入ったりしたらもうどうしようもないんですけれども、まあ確率的にはそんなに高くないかなっていうところですよね。まあ4分の1と4分の1引かない限りは大丈夫っていうことなんで、まあかなり初動にも強いっていう感じかなと思います。まあただ一つロキがいる場合はちょっと動き止まりかねないぞというところなんですけれども、まあロキに関しても、まあ素早さ的には、391ということで、まあクレオパトラよりも遅いんでね。で一応クレオパトラに、こう最速覚醒持たせてるんで、まあ多分大丈夫だと思うんですけどね。まあもしくはかぐや姫の最初の攻撃で相手が、光アイナだった場合はそこでロキ眠りにさせても動き止めることができるというところなんで、まあちょっとロキだけが怖いかなっていうところなんですけど、まあ基本的にはかなり先行でアドバンテージが取れるんじゃないかというところですかね。はい。でまあその後はまあもう特に言うことはないかなと思うんですけど、まあ一応この先発3体をとにかく守りたいということなんで、ブロッカーはすぐ早めに並べております。でその後ミズアニャですね。でその後は普段通りの、スタンゾーンということで、まあ今回で言うと、相手の光アニャですね、まあ初動で結構簡単に取れるんで、このスタンゾーンも、相手の盤面刺さってくるっていうところですかね。であとは、最近で言うと結構妨害系が多いんで、闇ジャンルがステルスパーティーを使う機会っていうのは結構多いということで、まあクレオパトラの、まあスピリット不足も補えるという編成になっております。でまあ後ろの方に、ドクトスリープ、固めておりますということで、まあ後ろは多分そんなに結構展開次第というか運次第なところもあるんで、あれなんとも言えないところですけれども、まあ特にこの先発の動き見ていただきたいかなっていうところですかね。はい。結構ですね、まあ自分が編成組む中では勝率はそこそこ高い方だと思いますので、まあ結構自慢の編成というかまあほぼほぼ正解の編成なんじゃないかなとは思います。まあただ予期せぬところで普通に負けたりするんで、なんとも言えないですけどね。はい。まあということでですね、まあお告げ戦闘の方を見ていきたいと思います。行っていきましょう。はい、ということで始まりました。で今回もですね、最初だけ2倍速で、進めていきたいかなというふうに思っております。で、まあ今回。まあ、ちょっとミラーの形になっちゃってるんですけど、まあやっぱりですね、闇ジャンヌプラス、かぐや姫、そこが並んでる時っていうのは、まあ、基本的には、光アーニャ一発で落ちます。まあ、今回、ちょっと相手格上だったんで、こっちの方は、相手落とすことできなかったんですけれども、まあ、今みたいな感じで、まあ、進むような展開が主かなっていうところですね。で今回で言うとちょっと、きつい盤面になっているかなということで、
まあ、ちょっと相手の方が育成が進んでるんで、まあ、かなり有利取られてるっていうところですかね。でこっちもまあ、ちょっとあれかぐや姫寝ちゃってるんで、そこはかなりきついかなっていう展開ですね。まあ、ただ一応スタンとか入りつつ、こっちもまあ負けじと頑張って進めていっている展開かなと思います。ちょっとあれですね、相手のじゃない、こっちの闇ジャンヌがあれが使えてないのがきついところですね。あのあれなんだっけ、あの技、ステルスパーティーが一切使えてないんで、そこはちょっときつい展開になってるかなと思います。でグラビティキャノンはまあそこな気はするよね。でスタン入ってまあロロティアそこまで育成進んでなければ大丈夫かなと思うんだけどで惑星兵器もちょっと全然刺さらないっすね。でクレオパトラ寝ちゃって結構きついかなというところですね。かぐや姫も取られちゃいましたかね。かなりきついなこれうーん、睡眠の対象をちょっとどうにかしてほしいですよねこれ。でこのサバイバルレーザー本来だったらスリープ入って生き残れるんですけど、これがアンチスリープの逆に良くないところですよね。まあ基本的にはメリットなんですけどね、アンチスリープってでまあちょっとこっちかぐや姫落ちてるのがかなりきついかなという展開ですね。で一応オーディンとか復活してるんですけど、あれが入れられないですね、ゴッドスタン入れられないんでかなり厳しいかなと思います。であとはこっちのジャンヌがサバイバルラッシュ打っちゃうと結構きついかなっていうふうに思いますね。まあここでカオスフィールド入れて、でアーニャ倒すせるんで、ここでロロティア再利用できるのはでかいかなと思います。あ、やばいそれついてなさすぎるでしょう。まあしょうがないですね、うん。でここもサバイバルレーザー飛んでくる。でサバイバルラッシュ打てちゃうね、ジャンヌがかなりきついね、こうなってくると。まあこれで雷ミカエララ剣がジャンヌ引っ込めてくれたらかなり強いっていうか動きとしていいんですけど、これは多分アーニャに入る。そっちか、よりきちいそっちにられるのはよりきついなやっぱミカエラがジャンヌ戻してくれないときついですねこれ。であとかぐや姫をどうにかして処理してほしいところかな。でやっぱカラスがな厄介すぎるんだよね。カラスにヘイト向くのどうにかしてほしいわ。これもだってグングニルで意味ないでしょ。ドリームエイバーで削ってはいますけど、これ回復入っちゃうんでね結局。ムーンライト切って、あでも一応そっか、まだサバイバルラッシュ打ってないからジャンヌ、そこはまだアドバンテージっていうか、まあ、まだなんとかなるところかな。これイージスオーバーロードでやっとかぐや姫取れましたね。かぐや姫とアーサーを同時に取れて、ちょっとずつ優位になってきたかもしれない。初手っていうか結構早い段階でクレオパトラ落とされたんで、ちょっときつそうなイメージあってたんですけど、あーでもこれは意味ないね。やっぱ闇ジャンヌをいかにして早く処理するかっていうのが本当に大事になってくるあこれグングンにラグナロク入っちゃうじゃん。あでもこれラグナロク入ればあれですね、ジャンヌは引っ込んでくれ。あれサバイブラッシュ打ったっけ。
あれサバイバルダッシュしたっけ。あれサバイバルダッシュしてないはずなんだけどな。あれ使ったっけか。あ、使ったからあれか。ミカエラで戻してほしいって言ってたんだ。じゃあきついじゃん。普通にめちゃくちゃきついやんけこれ。まあ一応まだ花嫁アーニャいるからなんとかなりそうっちゃなりそうかな。でもこれでジャンヌ多分死んだでしょ。きついね。久々にこんなにミカエラが出てきてる試合見てる気がするわ。しかもなんかあれですよね、雷ジャンヌがなんだっけ、サバブロ打てるのも珍しい展開ですよね、かなり。で相手はこちらと違ってしっかり闇ジャンヌが、まあ、再利用されていっている展開になってるかなと思います。まあただまあそうですね、花嫁アーニャとかがうまく機能してるっちゃしてるんで、まあまだそんなに悪そうな流れじゃないですかね。ここも一応イージスオーバーロードを打てるんで、まあ生き残ってくれる展開ですかね。そのスリープはね、あんま良くないんよ。ジャンヌ倒しき、あ、ジャンヌ、これで倒せばでかいかもしれない。フェニックスブラストはそこか。まあ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 いいでしょう。あ、なんか雷ジャンヌ活躍してんのめっちゃ久々に見てる気がする。今回サバイバルホープでかなり相手倒してますからね。でここマジカルドレインからこれジャンヌ戻す流れでしょ。いや強えよ。ジャンヌ戻してこれミカエラまで死ぬ可能性あるな。全然。あ、ミカエラどころかこれアーニャしてねやん。うわ、きっつ、全滅すんじゃないこれ。ここはまあミカエラ生き残ってくれるからなんとかジャンヌ復活にはつながるけど、ジャンヌは復活するけどだよね今これね。あ、でもこれいいっすね。ここからあれだ、ゴッドスタンまでつながっていくから。あ、でもゴッドスタンの対象これあれじゃん、カラスじゃない、あ、カラスじゃないか、カラスはこれで処理できなかったからカラスだ。カラスにゴッドスタンじゃん。これがマジで無駄行動すぎる本当。あ、そっち、そっちなら全然いいや。あ、でもカラスに結局スタン入れるわ。ほんとね、相手のカラスにゴッドスタンとか打つのね、やめてほしいんですよね。まあもう皆さんも経験あるかなと思うんですけど。で、これバニッシュは対象はオーディンかな。そっちか。そっちならまだマシかな？マシではないかな。いや、なんか面白い試合になってきたんじゃないですかね。で、まあ、一応相手闇ジャンヌいるんで結構大暴れされそうな展開ですけれども。まあ、ミカエラがここで、あ、ここスタンはじゃあオーディンかな？あ、カラスなんだ。ありがてえ。ここの対象がよくわかんないですけどね、いつも攻撃対象が。これまたジャンヌは復活しそうですね。でもどこ対象だろう。オーディンかな。あ、スピリットなくなった。ああ、そうじゃん。タイムブラスターでスピリット奪われてんじゃん。おお、なかなかやりますね。しかも向こうスピリット豊富ですね。あ、ミカエラ落ちた。一気にきついんじゃ。しかも2体寝る。2体寝ていく。で、これでオーディンも落ちる。ドキがなー、せめてあれ使ってくれてればよかったんですけどね。なんだっけ、あの洗脳状態にするやつ。洗脳にする前に寝ちゃうとちょっと何もできないかな。
なんで捨てる、あ、まあ相手にあれいたからいっか。あ、でもこれはいいんじゃないの。アンハッピーブッケー打ってからのハネムーンからの3連発いくよね。確かポイズンの方はでかい。ポイズンの方なら動けない、動けないだから、まあロキも動けないんですけどで、そっからポイズン、あ、ポイズンなのね。あ、じゃあまた相手動けない。あ、かなりでかいじゃんこれ。え、強いね。お、やるやん。ハネメリゼってやるやん。あ、でもラグナロクが切って、いや、きつ。あ、でもやっとサバイバルラッシュ打ってくれたんで、これでジャンヌを取り切りたいところですね。で、ここは相手に状態異常入れるキャラがいないんで、ハネメリゼットはかなり、輝いてくる盤面かなと思います。で、ここの洗脳がどこ入るかだね。あ、いいねいいねいいね、そこ最高。そこベストまであるな。これまだ分かんないよ。意外といい展開になってきた気がする。まあ相手の控えキャラがどんな感じか全然分かんないところなんであれですけど。で、これでロキにね、打ってくれれば素晴らしい。完璧すぎる。あー、それあかんのやない。大丈夫だったわ、助かった。でもイージスオーバーロードちょっと良くないっすね。一応眠りにはできるんですけど、うん、微妙な展開かなそれは。スリープブライドも良くないかなそれは。イバラ全部消えたからな、さっきので。いや、きついな。一応アーニャ寝てるロ、まあロキは生き残ってるか。サウザンドアイズからの、まあそこ処理になっちゃうだろうけど、スリープブライドも出るね。あ、これでジャンヌ取れたから、わあ、なんかいい勝負してる。あー、きちいなそれ。とりあえず茨姫落としてほしいんだけど、これスタンはどこだろう。あー、アリスっぽいな。あー、そこか、そこきつい。そこだとしたらきつい。やっぱしばらくアリスじゃない、ハネメリゼットがちょっと盾になってもらうしかないかなと思います。あ、それラピッドコールうまいね。で、これで、茨姫取れるね。うん。まだいける。控えの数は負けてるけど、まだ全然いけるね。あ、てか相手なんかカラスばっかりな気がすんな。もう。ハネメリゼットはちょっとピンチ状態だけど、アンハッピーブーケ入るでしょ。で、控えカバーに出てるからすぐまた行動する。ハネムーンブラストからのもう一発攻撃入れるけどな。ここ黒雪になってもだよね。まあ一応アリスで取れんのか。あ、相手もモリ入ってるってことは、キャラ的にはこっちが有利かと思わせといて、こっちももう次ハネメリュドミラなんでキャラはいないです。キャラはもう次のハネメリュドミラが出たら最後ですね。いや、いい勝負してるやないですか。いリゼットはハネムンブラスト、これ毒入るけど、ポイズンブライドのこれが良くないんだよな。いや、グングニルまでつながるねこれ。グングニル打たれたら、
ロキは生き残るけど、黒雪が死ぬ、リゼットも生き残る、アリスも死ぬか。あ、グンフリじゃない、ラグナロクだ。あ、ヒミコまだいるんか。ヒミコまだいるのはちょっとでかいかもしんないね。で、アンハッピー、あ、そのポイズンプライドはラッキーすぎる。てか、それはうますぎ。よし。これ勝ったんじゃない？だってこれカラス処理担当のカラスを処理することにはもうとんでもなく長けてるヒミコがいるんで、これ勝ったな。これでカラス処理し続けられるから。もうカラス処理担当のヒミコさんがいるんでね。あ、しかもそこスタン入るのはでかすぎるわ。よし、勝った。いや、これはいい試合だったんじゃないですかね。ハネメリゼットがかなり活躍してくれたと思います、今回で言うと。はい、ということで、いや、なんか結構途中まではどっちが勝つか全然わからないいい感じの試合だったっていうのと、結構あれですね、自分が言ってたシナジー自体は結構早い段階でクレオパトラやられたりかぐや姫やられたりで、大苦戦していたんですけれども、まああとあれですね、久々に雷ジャンヌの活躍が見れたんじゃないかっていうところですよね。やっぱりサバイバルホープで結構相手落としてくれたんで、まあそこも大きいポイントだったかなと思います。まああとはやっぱり羽目リゼットですね、普通に強かったですね。まあやっぱりアンハッピーブーケで相手の動き止めるだけじゃなくて、まあハネムーンブラストとかも、まあ結構コツコツですけどダメージ与え、まあ160レベルですからね。これがやっぱりちょっとしっかり火力出るようになってくると、まあより相手の殲滅力も上がっていって、強いんじゃないかなと思います。はい、まあ終盤キャラで活躍したのほとんどいないからな。羽嫁リゼットと、今回羽嫁ジャンヌがほぼほぼ MVP なんじゃないかっていうところですかね。はい、まああとは地味な活躍ですけど、やっぱ羽嫁アニアですね、まあそこもかなり、まあいなきゃきつかったっていう展開かなと思います。はい、まあちょっと前半のシナジーの方はボロボロだったんですけれども、まあ、なかなかにいい試合を見せられたんじゃないかなと思います。ちょっとすいません、ずっとあれですね、2倍速のままやっちゃったんで動画のテンポは悪くなったんですけれども、まあそっちで切り替えるタイミングなかったんでね。まあちょっとそこは許してほしいかなと思いますけれども、今回の試合は結構楽しめたんじゃないかというところで、今回は締めていきたいかなと思います。はい、まあというところで、この動画が面白いと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。